皆さんこんにちは、内科皮膚科医の友利新です。もう皆さんコロナもそうですけど、そろそろ花粉症の季節になってきましたね。2月になったら少しずつ患者さんもいらっしゃるようになってきました。毎年ね、ニュースになるじゃないですか。今年の杉の花粉、杉とかヒノキの花粉はどれぐらい飛んでますかっていうのをいろいろ調べて、それは前年の夏とかの日照時間だったり降水量とかだったりを計算して、去年に比べて花粉のね飛散率が多いのか少ないかっていうのはいろいろと皆さんデータを取ってくれてるんですよ。じゃあ2021年はどうかっていうと、その前に皆さん去年2020年の花粉症どうでした？2020年といったらね、2月3月4月と、ちょっとコロナがわーっと広まってきて、なかなか外出をしなかったっていう人も多いので、それだからこそなんとなく花粉症あまり感じなかったなっていう人も多いと思うんですが、そうなんですよ。2020年っていうのは杉とかヒノキのですね、花粉自体がものすごく低かった年だったんですね。ひどい方はもちろんね症状あったと思うんですけれども、もしかしたら軽い人だとあんまり症状を感じることがなかったよという人も多かったのかもしれません。じゃあ2021年度はどうかっていうと、ちょっとね残念なんですが、すごく低かった、去年よりは多少増えてます。プラスアルファ、去年はですね飛散量も少なかったっていうのもあるんですが、症状が重症化する目安っていうのもあって、それよりもだいぶ低かったんですね。場所にもよるんですが、重症化をするっていう、飛散量よりはちょっと多くはなってます。なので症状を感じる人は多いと思います。でも一つだけいいところがあって、10年間の平均値よりはだいぶ低いんですね。なので重症化の目安よりはちょっと多いんだけれども、10年間の、過去の統計から比べてみれば、その飛散量というのは少ないので、ある程度、防御していれば、あとは何かお薬とかで対処していれば、ものすごくひどくなるっていうことは、ないんじゃないかなという予想はしています。でもちろんね、花粉症っていうと当たり前ですけれども、お薬をねもらって症状を改善するということが多くて、日本ってアレルギー剤を内服することが多いんですけれども、実は海外とかでは局所療法、例えばお鼻が出る人、鼻水がすごく出るっていう人は点鼻薬、目がかゆいっていう人は点眼剤の方が、ダイレクトにその症状に効くということがあって、内服薬よりはお鼻の症状だったら点鼻薬、目の症状だったら点眼剤っていうことを出すことが多いんですね。なので皆さん、もしそういう症状がねきちっともう定まっているようであれば、お鼻だったら耳鼻科に行って点鼻薬を、目だったら眼科に行って、点眼剤をいただくっていうのはいいかなと思います。もちろんね、花粉症っていうと鼻目っていうイメージですけど、肌にも実はすごく悪いんですよ。これはですね、埼玉大学の王先生っていう先生が怖いことを話をしていて、花粉症っていうのは花粉だけじゃないんですよ。花粉っていろんなその水分だったりがくっつくことによって花粉がバーンって破裂するんですって。でその破裂したところに PM2.5 だったり黄砂だったり、あと排気ガスがくっつくことによって花粉自体がもうスーパーアレルゲンというんですかね、アレルギーを起こしやすいものになってきて、でそれが肌に付着すると花粉症がない方でもスーパーアレルゲンになっているわけですから、そこで皮膚炎を起こしてしまうんじゃないかっていうことを言われているんですよ。もちろん花粉症がある人は今以上にねケアをしなきゃいけないんですが、花粉がない人でもこういうふうに花粉がバーンって破裂した時にいろんな刺激物質がくっつくことによって皮膚炎を起こしてしまう可能性があるんですよ。じゃあその花粉症をね、皮膚炎どう防御したらいいかっていうと、一つ分かっているのはやっぱり膜を張ることです。さっき言った PM2.5 とかつくだけでも皮膚炎になるんですが、そこに紫外線が当たるとさらに炎症が引き起こされやすいということが分かっているので、私はねいつも365日、雨の日も風の日もどんな時でも日焼け止めを塗りましょうっていうふうにお話ししていますけれども、特にこの花粉症がひどい、花粉皮膚炎がひどくなりそうな時には絶対にもう日焼け止めね欠かさないでください。ちなみに私はこのラロッシュポゼの UV ディアっていうのをいつも使っていますが、日焼け止めはこの花粉症の時期には必ず使うようにしてみてください。あと花粉皮膚炎にフォーカスを置いてあるブランドさんってディセンシアっていうブランドさんが結構有名で、ここはですね、独自の処方で花粉を皮膚にくっつけないようにしてるんですね。それがこちらのエセンシアのアヤナスクリームに入っているものになるんですけれども、バイタサイクルベールというものになるんですね。これってどういうものかっていうと、板状の粉体のベントナイトというものが配合されていて、その板状の粉なので、それが疑似角質みたいな感じで1枚こうベールをしてくれるんですね。ただに細かい静電気があることによって花粉が引き寄せられると。でその静電気をこのベントナイトが抑えてくれることによって花粉を引き寄せにくいっていうことが分かっているんですね。花粉が気になる季節でちょっと花粉飛来がいくつもあるんですよっていう方はこのディセンシアのクリームをちょっとチェックしていただけるといいかなと思います。あとは、今年発表されたんですけども、このディセンシアのモイストバリアミストっていうのはさっきのクリームのバイタルサイクルベールとはちょっと違うんですけど、このミストの中にはですねちょっと特殊なポリマー剤が入ってるらしいんですね。このポリマー剤がお顔にシュッとする時にくっつくことによって、さっきはクリームだと静電気で引き寄せないようにしてたんですが、このミストだと逆にポリマー剤がついてるんでツルツルするらしいので、もう花粉がついてもツルッと落ちてしまうらしいんですよ。そういった意味では日中気になるっていう人はこのミストとかを使ってみるのも一つ手かなと思います。なので絶対にやっぱり日焼け止めを塗って、そういう花粉皮膚炎にフォーカスをしたブランドのクリームだったりミストだったりつけてみると花粉皮膚炎はいいかなと思うのと、私の家族夫とかは花粉症があるんですよ。でもちろん収集とかね、やってるんですけれども、ちょっとねこれ試してみてって言ったのがこの宮古島のビデンスピローサ茶っていうもの。私自身も昔から知っているお茶なんですけれども、こちらは実はその花粉症だとかの症状を、ある程度抑えてくれるっていうことが分かっているんですね。でその研究がですね、2014年の応用薬理という雑誌に掲載されているんですが、このビデンスピローサのお茶だったり、あとはねこれねサプリも実はあって、このサプリを飲んだ方っていうのを集めてきてプラセボ群と比較したところ、プラセボ群は改善したって答えた症状がねひどくならなかったよっていうのが 30% ぐらいだったのに比べて、ビデンスピローサを飲んだ群っていうのは70% 以上の人が症状が改善したっていうことが分かっているんですね。もちろんねお薬ではないので絶対ではないと思うんですが、なんとなくお薬に抵抗があるよとか、お薬飲むほどではないんだけれどもちょっとそういったサプリだったりお茶だったりで改善したいなっていう風な症状を緩和したいなと思うんだったら、この宮古ビデンスピローサ茶とか、あとはそのタブレットもあるので試してみていただけるといいかなと思います。ちなみにうちの夫も愛飲しています。冒頭にもねお話しした通り、全然ね症状が少なかった去年よりは飛散率もちょっと多くなっているし、重症を目安とする飛散量よりは多くはなっています。ただ10年間の平均から見ると少なくはなっているんですけれども、やっぱりね花粉症ある方は辛いと思うので、それぞれの症状に合った、点鼻だったり点眼剤を使って、回避するようにしていただいたり、あとはねビデンスのようなお茶だったりを飲んでちょっと症状を緩和していただく。あとは絶対に皮膚をね守っていただきたいので、日焼け止めを塗ってその花粉皮膚炎を守るようなクリームだったりスプレーだったり使っていただくと症状の予防になるんじゃないかなと思いますので、ぜひチェックしてみてください。いかがでしたか？このチャンネルではこのように美容や健康について皆さんに分かりやすくお話ししているチャンネルになりますので、よかったら登録お願いします。そしてこういうなんて言うんでしょう、トピックス取り上げてほしいよということがありましたら、ぜひコメント欄にいただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。